メルセデスベンツ W15 は1931年から1936年までドイツの自動車メーカーダイムラーベンツがメルセデスベンツブランドで展開していた自動車である。メルセデスベンツのブランドでは低価格レンジにあたるミドルクラス車であったが世界の本格的な量産型乗用車としては史上初の4輪独立喧嘩方式を採用したことで 自動車技術史に名を止めている。世界経済が危機に瀕していた1930年当時、従来高価な自動車の販売に重点を置いていたダイムラーベンツも、それまでより安価なモデルを生産し、市場を開拓する必要に迫られていた。その結果、開発されたのが、当時のドイツにおいては、中級価格帯に属する W15 系である。W15 は、 乗用車タイプの170とバンタイプの L300 があった。乗用車タイプの170が1931年、パリの自動車ショーで先行して発表された。このシリーズは不強化に辞儀を得て投入され、商業的成功を収めただけでなく、技術的にも極めて進んだ内容によって、世界の多くの自動車メーカーに刺激を与えた。1936年、 合計の1 7 0ボルトにバトンタッチし、生産を終了した。乗用車タイプの170は、世界の量産車で、最初の4輪独立喧嘩採用が、重要な特徴である。前輪に、横置きリーフスプリング独立喧嘩、後輪にコイルスプリングで釣られた、スイングアクスル式サスペンションを採用した。これにより、比較的小型軽量なモデルでありながら、 安定した乗り心地と操縦性を実現した。エンジンは排気量 1692cc のサイドバルブ直列6気筒エンジンで最高出力は 32PS、3200rpm という控えめな性能であった。直列6気筒車としては小さい排気量は振動抑制のために小排気量車でも多気筒化していた当時の風潮によるものである。 変速機はオーバードライブに0.73のギアレシオを持つ3速 MT で燃費は速度時速 90km で 100km あたり11リットルのガソリンを消費した。サスペンション以外の装備もハイスペックで油圧式4輪ブレーキ、冷却を調節するサーモスタット、盗難防止対策としてイグニッションキーによるハンドルロックなどが全シリーズに備わっていた。 シャーシの重量は 750kg で、車両重量は1050から 1200kg、総重量は 1455kg であった。ラインナップは、はじめ4ドアセダンと4ドアカブリオレのみだったが、軍の要請により2ドアセダン、2ドアワゴン、2ドアカブリオレがラインナップされた。1932年春、W15 のバンタイプである L300 が発売される。L300 は、 最大積載量が 300kg であることから名付けられた。リーフスプリングによるスイングアクスル式サスペンション、油圧ブレーキが採用されている。ありがとうございます。